イルランドのフルート職人マーティン・ドイルのアフリカンブラックウッドのアイリッシュフルートです。このフルートは2本継ぎになっておりまして、継ぎ目にはコルクが使われています。そしてチューニングスライドは付属していません。このフルートの面白いところは、頭部管は円筒管、そして本体は円錐になって先にしぼんでいって、そして一番先でまた広がっているというデザインになっています。そしてアイリッシュフルートにある一番下の指で押さえない捨て穴はありません。こういう設計のためにすごく軽くて、そして鳴らしやすい、特に最低音の D、 それから第2オクターブ目の D がものすごく強い音が鳴るというのが特徴です。チューニングはこの継ぎ目の部分を伸ばしたり縮めたりすることでができます。指穴の大きさは一番下の指穴が小さくて、そして押さえやすくなっていますので、それほど広い指穴という印象はないかと思います。